まあ、過去最多大会メダル取れてないので、やっぱり最低メダルは取りに行きたいっていうふうに思ってますね。やっぱり目標としては金メダルを、はい、シングルスダブルスも目指して頑張ります。まあ、テニス自体はすごくこう良くなっていると感じているので、あとはその試合の中でどういうふうに使っていくかっていうところですかね。はい、自分の強みがその総合力だと思っているので、まあ、そこをそのどういうふうにその対戦相手に対して効果的に使っていくかっていうところですね。まあ、ちょっと難しい部分ではあります。なんか単純にサーブですとかフォアですっていうふうには言えないところが、まあ、難しくはあるんですけど、まあ、やっぱり勢いはありますね。はい、まあ、その本当にその力強さだったり、その自分の強みっていうものを信じて最後まで戦うっていうその真の強さみたいなのは本当にあるので、そういったところはすごくこう、どういったんですかね、いい影響をもらっていると思います。自分の強みというか、自分のプレースタイルはこうだっていうのをそのコートの中で主張するのがすごくこう彼の強みだと思うので、そこがブレないっていうところは見習いたいなと思ってます。普段は正直そこまでそのプライベートで、そういう話をすることはないので、そうですね。まあ、でも格闘技の話とかですかね。2人とも格闘技ちょっと見たりするので、まあ、それがどうかとか、まあ、そういったところですかね。はい、やっぱりその戻った時の空気感だったりとか、まあ、その土地の匂いだったりとか、まあ、そういったところで、まあ、その帰るたびに思うことですけど、やっぱりその落ち着くっていうのは一つ大きなのがあるかなっていう。あとはその地元の、特にテニスを通じて関わったことがある人たちとの時間っていうのはすごく自分にとっては大きいです。今までで多分一番、もしかしたらグランドスラムで決勝行くよりも嬉しかったかもしれないですね、話聞いた時は。やっぱりその島根ってそういう環境がなかなかないから、やっぱそういうのがこう、そういうその芽が出てきてくれたっていうのが個人的には、すごく嬉しかったですし、まあ、育ってくれればいいなとは思うんですけど、まずは本当にそのテニスが楽しいなって思ってくれるっていうところが一番、重要なんで、一戦一戦ベストを尽くして、まあ、自分がその本当に成長を感じれる間はもう本当に選手として、一番頑張るだけっていうところですね。まあ、ちょっとそこに関しては、まあ、難しいですね。どういうふうに言えばいいか。まあ、結果としてはダブルスで出てはいるんですけど、シングルスでもその自分のできるテニスには近づいていると思うので、ただ、まあ、それをして勝つっていうところにちょっとそのこだわりすぎているというか、まあ、圧倒したところから逆転負けみたいなことも結構あるので、で、なんかそこがもうちょっとその折り合いをつければもっともっとこう良くなっていくかなとは思うんですけど、難しいですね。ちょっとこう一言でざなっと。北京だと2月の、23日から出発して、アメリカで 2週間ほど2大会出場予定です。その後は帰ってきてアジアで大会が、韓国と日本の福岡と神戸がもしかしたら、まあ、オーストラリアを終えてちょっとシングルスが思ったように勝てなかったっていうのが想定よりも悪かったので、まあ、そこをうまくこう次のアメリカで修正できるかどうかが一つのポイントになるかなっていうところですね。はい、まあ、どの選手も本当にパラリンピックがある年はいつも以上にそのギラギラするので、まあ、そういったところで、まあ、そのよりシビアな戦いの中で勝ち抜けるか否かっていうところが一つ自分の中では大きい、まあ、今後占う上では大きい戦いになるなっていう。集大成、一個挑戦ですかね。難しいですね、一言で。まあ、そのコーチを変えて環境を整えてやり始めたすぐにパリ、あと東京大会があったので、今新しい環境で、5年、6年目迎えて、まあ、一つその形を出していきたいっていうのがあるので、そういった意味での集大成ですね。集大成って書くとあれなんですよ、引退がどうのこうのとか思われる方結構いるので ここの環境を変えてからの自分の結果を、そうですね、はい、
結果を出したいと思いますね。でそこにこだわる気持ちは、はい、強いと思います。